皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は日記の動画です。タイトルは受験生の花粉症対策、こういうお話でほとんどの方ができる花粉症対策についてお話しします。この季節花粉症の人、私もそうですけど嫌ですよね。鼻水が出て呼吸がしづらいし、頭がぼーっとして勉強に集中できない。もちろん病院に行ってね、見てもらって薬を出してもらう、これも大切な対策の一つなんですけれど、ここでは飲み物と食べ物、ほとんどの人ができる、ね、そういう対策を2つ紹介します。1つ目は緑茶を飲む、これですね、緑茶を飲むということです。緑茶にはカテキンとかポリフェノール、これが含まれていますよね。このカテキンとポリフェノールがアレルギーを引き起こす肥満細胞、この働きを直接抑える効果、これがあるんですよね。で、飲み方はというと、一気にグッとたくさん飲むんじゃなくて、何度かに分けてこまめに飲む方が安定して効果があると、安定して働くということで、細かく分けて何回にも分けて飲んだ方がいいそうです。ただ先ほども言ったように、これ薬じゃないんで即効性がないんですよね。即効性がないから普段から緑茶を飲むという習慣をつける必要があります。2つ目は食べ物です。青魚を食べると。青魚っていうとアジ、サバ、サンマなんかがありますよね。この青魚の中には免疫の働きを正常にしてくれる EPA という物質と DHA、 この2つが豊富に含まれているんですよね。この EPA、DHA がアレルギーを引き起こすロイコトリエンという物質、これ体内の中にできるんですけど、これができないように抑えてくれると、こういう働きをしてくれます。さらに受験生、いいことあります。 DHA ね、これは脳の活性化とか神経組織の発達の促進をしてくれる。さらに神経同士の情報の伝達、これを良くする効果がある、ね、こういう力を持っているので、この青魚っていうのは勉強する人にとってはとてもいい食品だと、ね、言えるかもしれないですね。で、今回は受験生の花粉症対策というタイトルでお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。